毎日ブログ生活1127日目、キャンプインするために沖縄に到着したビッグボスの衣装について、縫い合わせたのか貼り合わせたのか考えてみました。今日はそんなお話です。久留米は昼間は暖かく散歩日和になってきた。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンドの総合理念、人と人をくっつけて夢を叶える。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、ビッグボスは塗ったのか貼ったのか。ビッグボスこと新庄剛志選手は春季キャンプのために沖縄に入った。到着後に着替えて出てきた姿がこれだ。赤を基調にしたド派手なコートを身にまとって現れた。そのコートには40個分のグラブがパッチワークのように縫い付けられたような特別な衣装。ビッグボスしか似合わないド派手な衣装だった。末慎が注目したのは、この衣装は針で塗っているのか接着剤で貼り合わせているのか、非常に気になるところでした。パッチワークのような出来上がりだったので、縫いが多いのかなとは思いましたが、縫い付けではなく貼り付けだったら面白いのにと思いました。ビッグボスがこの接着剤で貼り付けたと言って欲しかったです。小西ボンド裁縫上手 17g。 ビッグボス自ら作成したとなると全国的に注目されると思う。ビッグボスが裁縫が苦手な方にもこれいいよと言ってくれて、みんなチャレンジしそう。そして裁縫上手スティックタイプもあるよと言ってくれたら最高。アイロン不要で簡単塗りやすい。ここまで言ってもらうと日本の経済が回っていくのだが。そしてビッグボスは、監督として迎えるキャンプは現役時代よりもスリリングですと目を輝かしている。何事もスケールがでかい。そして野球が大好きなビッグボスから今年も目が離せません。洗濯 OK の裁縫上手でオリジナルの上着を作ってほしいものです。用途に合わせて選べる3サイズ。何をしても影響力がある人はいる。今日の一品です。誕生日にいただいたソラさんの柿のアヒージョ。プリップリの柿がアヒージョになりました。とてもうまし。ありがとうございました。ではまた。末慎でした。